皆さんこんにちは、ミルクリームです。今日は私のスーツケースをご紹介したいと思います。後ろに一応ずらっと並べてみました。これが私のです。 1,2,3,4 キャリーケース4つ、大きなスーツケースが 1,2,3,4 4つ、全部で8個です。8個でございます。8個ですよ、8個だって8個全部出してみて並べてみてびっくりしました。一体何に使うんでしょうということで検証していきたいと思います。一つ一つご紹介していくんですけど、何がいいとかこれがいいとかあれがいいとかちょっとわからないんですけれども、まずはキャリーケースからです。日本製のものってほとんどなくて、エースのプロテカが2つだけあります。さすがメイドインジャパンは2つとも10年以上使っております。今現在この商品があるのかどうかわかりませんけれども、この2つになります。大きさが違うだけで当時の同じ商品になります。布製のソフトケースでとっても使いやすいキャリーケースで間違いありません。小さい方は国内線機内持ち込みサイズ、大きい方は国際線機内持ち込み最大サイズです。では小さいプロテカ開けていきたいと思います。はい、開けてみました。これ小さいんだけれども意外に入ります。奥深いのでパソコンプリンターは余裕で入ります。ポケットは中に2つ、外に1つありますので便利です。次に同じプロテカソフトケースの国際線最大サイズのキャリーケースです。このキャリーケースを海外に持っていくということはほぼないのですけれども、一時期スーツケースに入れられる重量がすごく厳しくなった時に買って、何でもかんでも手荷物にしていた時に使っていました。懐かしいな。ロンドンの同時爆破事件の頃だったと思いますから、2005年だって。わあ、そんな頃から使っている。さすがメイドインジャパンは長持ちです。外側に1つポケットがあり、開けると中は同じですが蓋の裏側2つのポケットに分かれています。実はこのポケットはちょっと使いにくいんだけどね。現在このキャリーケースは日本国内に仕事に行くとき機内預けて持ち歩いております。両方とも鍵は南京錠タイプです。実は私のスーツケース類は全てファスナーですので、ほぼ南京錠を使います。両方ともとても軽くて使いやすいですよ。次はこちら、これは南アフリカ共和国で買いましたキャリーケースです。南アフリカのツアーに行った時に持っていたキャリーケースが壊れてしまったので買い直したということになります。壊れたキャリーケースは買ったところで引き取ってもらいました。ケープタウンからナミビアに行く時に空港で買ったのですが、私が持っているスーツケースの中で唯一二輪のものです。この時は二輪がいいと思ったのです。四輪でもキャリーは引いて歩くと二輪のみ減ってしまい、結局四輪にして引いて歩くと車輪が回らなくて重いという状態になるならば、初めから二輪買おうと思ったんでしょう。ほら見てください、四輪のですね、このプロテカだって相当疲弊しちゃってます。小さい方のキャリーケースなんて車輪が割れてしまってますよ。実はこのキャリーバッグ、これも壊れていて結局3年弱ぐらいしか持ってないんですけれども、外国製のものは壊れるの早いですよね。取っ手の部分のボタンのバネが壊れたので、いい具合の長さの場所で止まってくんなくなってしまったんですよ。なのでここまでの3つのキャリーケースは全て壊れてます。では中身です。2つ折りなのでこちらとこちら両方入ります。外側に2つポケットありますけれども、小さい狭いでほぼゴミ袋ぐらいしか入りません。こんな感じでした。キャリーケース4つ目はキプリングスのキャリーケースです。こちらのキャリーケースは軽いんですけれども全然入りません。でもこれぐらいで十分だと思います。飛行機の棚の上に上げたりするには軽い方がいいですからね。手荷物でキャリー持ってくと言ったらパソコンプリンターぐらいですから、あとは替えの下着、そんなもんなのでこれぐらいで十分なんだと思います。では見ていきます。
外側にポケットが2つ、あ、そうだ、キプリングスですのでケビンちゃんというゴリラついてます。キャリーケースの取っ手はファスナーの中に収容できますので、これ便利です。中はポケットも何もありませんので、至ってシンプルです。これ実はタイのバンコクの空港で買いました。やっぱり持っていたのが壊れてしまったから買い替えたということです。はい、今日はここまでにいたします。大きなスーツケースについてはまた次回ご紹介させていただきますね。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。続きは来週水曜日、あーもう8月なのね、にお送りします。グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いできる日を楽しみにしてます。バイバイ。